ゴミダメに寝てんの嬉しいですね。浮気されちゃって、あ、絶対合うんですよ、寮で。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで？ありがとうございます、本当に。おはようございます。ゴミダメに寝てんの。どう寝心地は？俺も数時間で寝返り80ぐらいしてた。ずっと編集してちょっと仮眠したら繰り返ししてるから。いや、夢エグかった。今なんかエグじゃない夢見てた。バッサイ眠りしかなってないよ。はい、ということで、まあ、昨日も一日モデルさん探ししたんですけどね、ちょっと一日潰れちゃったんで、まあ、今日もこちらでモデルさん探ししたいと思います。はい、今日はガチでやります。そうですね、うん、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。モデルさん見つけました。ありがとうございます。ありがとうございます。急にこういうテンションばかり。格差がすごいことになってますよ。いつも拝見させてもらってて。ありがとうございます。あんまり。ざっくり自己紹介お願いします。松本と申します。19歳で今5人生をしています。ちょっと僕旅してるんですけど、天神の美容室さんにお借りさせていただいてて、近くに福川とかもあるので、全身コーディネートさせていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも改めてありがとうございます。ほんまに。浪人生ってことですよね。めちゃめちゃ勉強忙しいんじゃないですか。そうですね。なんでこんな企画受けてくれたんですか。本当いつも拝見させてもらってるチャンネルで、いつか出てみたいなっていうのが。あ、マジですか。それでちょうど声かけていただいたので、これは受けるしかない。なるほど、ありがとうございます。の多分本当に勉強一番やとは思うんですけどね、気分転換がてらに渋谷の方で頑張らさせてもらいました。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。でした。そうです。どうでしたか、お二方。すげえスタイル抜群でいい感じですね。ああ、いいですね。松本さんどうでしたか。初めて着る色をチョイスしてくださって。レインボーだったです。え、マジで。いいね。了解です。え、マジ。え、めちゃくちゃ綺麗やん。うわ、超綺麗。めちゃくちゃ張りだって。いや、すごいな。すぎる。やば。本当に今回ありがとうございました。かっこいいのが生まれたら嬉しいですね。ヘアケアを専門で来年の7月に会員制度を感じさせていただくので、それまではぜひよかったらお待ちしてますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうさん気になる方いたら相談してください。はい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。当たり前の設備にめちゃめちゃ監視できるわ。ここにハサミあってこう取るみたいな。めちゃめちゃ嬉しい。なんか床に置いて。床置いてんもんな。最悪だよ。モデルさんも見つけれんかったらぶっちゃけどうしようみたいなノリやったんで、本当に助かってます。ありがとうございます。あ、そうです。
全然フラットでいいんですよ、僕らもこんな感じの。那須松さんのなんか改めての自己紹介みたいに聞いてもいいですか。19歳で浪人しててっていうぐらいですかね。ありがとうございます。どういう大学目指したいとか聞いてもいいですか。ちょっと医学部違う世界に住む人だ。ほんまに予備校ってどんぐらいかかるかとか聞いてもいいですか。1年で考えたら多分1000万ぐらいは。やばっ。1年で1000万かかるんですか。すごっ。全部全寮制でご飯とか家も全部用意してもらってっていうやつ。あ、まあ、先生です。1日どんぐらい勉強してあるんですか。授業がもう9時ぐらいからあって、5時半までは授業なんですよ。うん、追い詰めてくるな俺を。お前がそうしゃべってんのに。すいませんでした。ブツブツ言うな。で、大体9時ぐらいから5時半ぐらいまで授業があって、夜7時から10時半まで自習。いやすごいな。まあ多分一番が勉強やと思うんで、本当にね、女性と遊ぶとかあんまないと思うんですけど、なんか今まで彼女さんとか。一応予備校に入ってすぐ彼女ができたんですけど。予備校に入ってすぐ彼女できたんですか。私に予備校行ってんすか。俺すぐ出そろえたら我慢してない。いや先生言っていいですよ。予備校の先生に言われたっす。お前来たんだよって。で、ちょっと付き合って浮気されちゃって。浮気ってどういう浮気ですか。いやなんか向こうから生徒2人で遊びに行くのはありえんよねみたいな話されてて、予備校が休みの日にごめんなんか2人で出かけてくるわって言われて、でなんか8時ぐらいまで帰ってこなくて、で何してたのって言ったらごめんみたいな、ひたすらごめんごめんみたいな。そうそうそう。お相手は予備校の方とか。予備校で3つ上かな。3つ上かな。え、お互い顔を知ってるんです。知ってる中で。え、地獄じゃないですか。地獄なんすよ。え、めちゃくちゃ地獄や。しかも25人ぐらいしかいないんですよ。予備校全体で。全体で25人ぐらいしかいない。狭っ。しかもその中で3人絡んでるってなったら、うーわ、四方八方地獄じゃよ。マジで四方八方地獄やな。浮気したみたいなのを周りはこう知ってる感じなんですか。別れたみたいなのは知ってて、なんで別れたか多分知らないと思うんですけど。この動画見てみると知るんですか。そうですね。うわ、うわ大丈夫ですか言って。いや大丈夫ですか。実際心境どんな感じなんですか。あ、絶対合うんですよ寮で。いやそうっすよね。だから結構イラつきますけど、どうしようもないなって。唯一松本さんの気持ちを晴らすじゃないけど、我々ができることってここで全力でかっこよくさせていただいてさ、かっこいいねみたいなコメントでやってくれてくれたらちょっと晴らせるかなって感じ。間違いないな。その浮気相手の方にも元カノさんにも見ていただきたい。そうね、こんなええ男やったんみたいなね、うん、その子に後悔させるぐらいいい男になっていきましょう一緒に。頑張りましょう。頑張ります。頑張る。なんか整形したいみたいなのさっきカメラ回ってないとこでおっしゃってたじゃないですか。それこそ渋谷さんとか目されててちゃんとダウンタイムの様子とかを上げられてたじゃないですか、インスタとかで。不安感じたら僕のボコボコの顔見て癒されてください。まあおふざけとは言わんけど、自分らの勝手で動画上げ出して自分らの知らん土地でさ勇気づけられてる方がいらっしゃると思ったらすごくありがたいね。 YouTuber すごいね。いやすごいわ。これ実際カメラで撮ったやつ出しても大丈夫なんですか。大丈夫。あ、マジですか。ありがとうございます。
ところで終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。あんまなんか忙しい中やったのにありがとうございました。本当いい体験ができて、いい体験になって本当に楽しかったです。あ、そうですか。ちょっとだけ緊張し直してますよ。まだ松本さん、なんか彼女さん寝取られたみたいな話をお伺い途中でしたじゃないですか。それでまあ服選びながらどんな感じの女性がいいんですかみたいな、もう次行きましょうみたいな話をしてて、切れ目でなんか背高い女性がいいですみたいな、さらっとおっしゃってたんで、顔とかも大人っぽいんで、大人っぽいものも振り切ろうかなっていう感じで、新しい女性と勉強も頑張っていい学生生活を送っていただけたらと思います。間違いないね。本日はお二人ともありがとうございました。今日ありがとうございました。お二人って言った。お前だけなんか YouTube やってるやつみたいな。俺何言ってんの。違う。ありがとうございました。今日はほんまに、ありがとうございました。毎回恒例でメッセージ書いていただいてるんでお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそです。本当に撮影自体も長くなってしまって申し訳なかったんですけどね、勉強の方頑張ってください。あと今日の動画で多分ねいいコメント集まると思うんでね、失恋したてやとは思うんですけど、皆さんのコメントを糧にねぜひ頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました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 。気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様でした。帰り方もやっぱすげえ背筋伸びててかっこいいな。スッスーと帰ってったな。いい感じだったね。ありがとうございました。まあこの後ね宿の方なんですけど、なんとリスナーさんがですねラブホを経営されてる方がいらっしゃってて、そちら泊めれるっぽいんで。マジでラブホ泊まるの嬉しい。マジで嬉しい。あこちらラブホテル、ここのオーナーさん、はい、まあなんか僕らの YouTube めちゃくちゃ好きってことで、なんかわざわざインスタグラムから DM くれはって止めさせていただくという、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ、いえいえいえ、博多駅前のホテルルワンダです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーマジであそこで寝てたんですよ昨日。行かれてるでしょ。めちゃめちゃでかい。うわーいいね。ありがとうございます。本当にこんなでかいベッド見たことないよ俺。それは思ったよ。お前案件っぽさエグいぞ。これお前いいよ。腹立つな。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。嬉しい。あざした。ありがとうございます本当に。いやーいいですね。視聴者さんのおかげですこんなのも。本日もまた我々ここで編集を煮詰めましょう。はい。はい。お疲れでした。ありがとうございます。